片足バランスレベル2です。足を腰幅に広げたら両手は腰に添えましょう。片足を軽く持ち上げて横に広げます。この時につま先はまっすぐ正面に向けて天井に向かないように気をつけましょう。体が傾かないように気をつけて、このまま10秒間キープできたら足を変えてチャレンジです。ではみんなもやってみよう。まずは足を腰幅に広げて両手が腰、片足を軽く持ち上げて横に広げます。姿勢がキープできたら10秒、用意スタート。つま先をまっすぐ正面に向いていますか？お尻の外側を意識してあと3秒キープです。3、2、1。では足を入れ替えてもう一セット頑張ります。軽く持ち上げて横に広げましょう。姿勢ができたら10秒、用意スタート。体がぐらぐら揺れないように気をつけて。背中は丸くなってないですか？あと3秒キープ。3、2、1。みんな上手にバランスが取れたね。